はい、どうもです。今回はですね、こちら金目鯛っていう食材ですね。ということで今漁師の渡辺さんと一緒にいるんですけども、菊丸さんっていうところでこちら一本釣りでね僕ら釣ってきたんで、そちらの映像からご覧ください。はい、どうもです。今回はですね、静岡県は下田にやってきてるんですけども、今日はですね金目鯛漁に連れてっていただけるということで、今日は金目鯛を取ってそこからね料理していけたらなと思っております。ということで早速ね行きましょうか。船がマジででかい。俺が買ったやつの10倍ぐらいあるな。トイレもあるもん。規模がちげえ。今日はですねこの電動リールでやっていくみたい。すげえ、部屋があるぞ船の中に。すごっ、ハンガーとかもあるやん。もうここで暮らせるやつやん。この船相当いいはずよ。多分家建つんじゃないこれ買うんだったら。俺の買った船の10倍でかい。いやー、ほとんど釣りしたことないんで心配なんですけども、なんとかね取りたいところですね。じゃあ行きますか。出発時刻は朝の3時、漁場に到着する頃にようやく日が出てきました。はい、ようやくねポイントに到着したみたいです。眠っ。もうだいぶ日も出てますね。今4時20分ぐらいなんですけど、4時40分になったら投げていいらしいです。それまでで、ね、もうちょっと待っていきます。早速釣りを始めていきます。そうそう、内側に向けた。俺が言ったように、そう、いいよ。はいはい、どんどん伸ばす。海底400メートルに仕掛けを落としていきます。手先の感覚だけを頼りに底についたことを確認します。釣り初心者の僕には正直よく分かりませんでした。ちょっと曲げば来るから巻いてみな。手で巻いてみな。手で巻いてみな。危ねえから。たぐってたぐってちゃんと。すごい太陽やな。これ釣れたら最高だったんだけど、うん、あーもうダメや。あと重りのラインや。次は絶対釣ろう。さて2投目、1回の釣りで30分以上かかるので、そろそろ釣りたいところです。頼む。水深 480m から何匹金目鯛上がってくるやろな。センスがあれば釣れるらしい。自分の力で釣りたいですね。釣れるかな。釣れてほしいな。女の子なんかも来るけど自分でやるからね。まあ、電動だからパワーは必要ないですもんね。竿先見てたら分かるんですもんね。分かるよ。全然わかんねえ。どんどん巻いて、どんどん巻いて、7回か8回。あ、着いた着いた。よし、7、8回巻いて、それで今度クラッチ落としてじわじわ伸ばしていく。今何メートル？570です、はい、700メートルぐらいは出すからね。700いきました。1回上げてみよう。1回上げてみるからね。こっちから700になったから巻くよ。いいよ。うわ、すごい、めっちゃ上がってる。スピード上げちゃダメだよ。このしなりは何かかってる予感がしますね。なるほどなるほど。折れないですかこれ。緩めます。ああ、怖っ。やばい、頼む。釣れてるかもって。あともうちょいですね。あと 10m。 うわ、上がってくるぞそろそろ。よいしょ。果たして何か釣れているのか。来た来たよ。うわ、赤。お目当ての金目鯛です。いいよいいよ、もういいよ。はい、上げて上げて。自分で。あ、自分で。よいしょ、はい、出ました、金目鯛。おお、初めて釣りでちゃんと釣れたわ。その後4投目、またしても当たりが。軽いな。どう、重みない。なん、軽いっすね。あ、え、いるじゃん、なんかほら。あ、来た来た来た。あ、金目じゃないね、アコウだね、アコウだよ。おお、めっちゃパンパン、やば。アコウ、アコウだい、アコウだい。もう一匹ついてる。ドンコ、ドンコ、通称ドンコ。それも食べれるけどね、食べる人もいるし。うわ、かわいい、ナマズみたい。これ美味しいですか。東北の方では売ってるらしいよ。かわいい。さてどうや。ちょっと重みありますね。なんか釣れてるかも。ああ、ダメか。ダメだ。さてラスト1本です。かかってほしいな。まだ金目鯛とアコウ鯛とドンコ1匹ずつですからね。ビクビクしてるんだよね。重っ。よいしょ、かかっててくれ。あ、来たかも。あ、違うか、全然わからんな。頼むぞラスト。来てる来てる。最後の最後に来た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 。でかくない？
よいしょ。金目、綺麗な金目や。もう一匹いるかも。もう一匹いるわ。いや、二匹いるかも。来た来た。うわ、釣れるとおもろいな釣り。いや、もう二匹いない。すごいすごい。よいしょ。ラスト。よいしょ。よいしょ。三匹釣れましたね。よっしゃー、3匹もうめっちゃ豪華な料理できるんじゃない、最高やん。最後の最後にこれ7頭目です。来たわ、完璧やな、最高。ダメかと思った。はい、じゃあね、帰りましょうか。はい、ということで今日は金目鯛をさばいていくんですけども、これ正直ね、めちゃめちゃ高級魚なんですよ。これ1匹いくらぐらいしますか？シーズンによるけど、やっぱ5、6000円、7、8000円とか高いです。7、8000円、今の時期だと、今の時期だと4000円、5000円ぐらいですね。1本で換算すると6000円。スーパーで買ってそうですか？いや、もうちょっとする、7000円とか。4000円、5000円は漁師が売る価格が、それでスーパーで買ったらもうこれ8000円ぐらいです。金目鯛ってめちゃめちゃ高いんで、もう本当に食べたことないんですけど、今日はですね、もう贅沢にね、金目鯛をね、料理していこうと思うんですけども、なんか渡辺さんのおすすめは煮付けということで、ちょっと渡辺さんに煮付け作ってもらおうかなと思っておりまして、で、僕はしゃぶしゃぶでね、どうしても食べたいんで、しゃぶしゃぶをね、作ろうかなと思います。ということで早速観察していきましょうか。はい、こちらが金目鯛になっております。やっぱ深海魚なんで、これ目が大きいですよね。光を真正面から当てると反射するんですけど、ほら反射してる、すごいな。目めっちゃ大きいんで、美味しいんじゃないですかね、これ。美味しいです。めっちゃ美味しいですね、煮付けとか最高なはずです。煮付けはもう最高ですね、油べったりで。高級魚って言ったらやっぱもう赤い魚ですね。赤い魚ってもういい値段しますもんね。しますね。綺麗な赤色ですよ、すごい。縁起がいいみたいな。そうですね、縁起の良さがありますね。はい、ということで早速しゃぶしゃぶを作っていこうかなと思います。じゃあ煮付けの方はよろしくお願いします。はい、わかりました。それでは早速調理していきましょう。はい、それではまずは鱗を落としていきます。めっちゃ鱗取りやすい、これ。島の魚もこんぐらい取りやすかったらいいのにな。今人の家でめちゃめちゃ鱗を飛び散らせてます。申し訳ないです、本当に。全然全然。うわ、もう絶対美味しい見た目してるもん、これ。じゃあ反対側いきましょう。でもシルエットに関してはハタンポみたいな感じですね。まあ、ハタンポの方が多分知らない人多いと思うから、ハタンポで例えるのは申し訳ないんですけど、ハタンポっぽいな。島でもね、夜潜るとね、ハタンポっていう魚だけ起きてるんですよね。今度動画撮りますわ、ハタンポの。うわ、めっちゃ楽だこれ。はい、そしたら鱗を洗い流していきます。はい、そしたらですね、お腹を開いていこうと思います。何が入ってるんだろうね、深海魚って何食べてるんでしょう。これ卵がちょっと見えてますね。めっちゃさばきやすい、骨が柔らかい。うわ、めっちゃ卵入ってる、すげえ、オレンジ色だ卵。かわいい、かわいいなこれ。うわ、で出てきた、めっちゃ出てきた。これも煮付けとか食べたら美味しいんですか？美味しいです、美味しいです。絶対うまいですもんこれ。煮付け、白子とかもあるんですか？やっぱり白子もありますね。金目の白子はどうなんですか？白子も美味しいですよ。もう全部うまいですね。でも痛風注意、そんなに残らずか。で、これが肝臓ですね。肝臓も多分これ美味しそうな肝臓してますね。これ食べれますか？食べれます。煮付けやるときに一緒に煮付けます。あ、いいっすね。はい、胃袋と。胃袋も煮付け食べれるんですか？胃袋食べれます。内臓食べれるんだ。で、お腹の中は結構黒いんですね。なんか深海魚ってお腹の中黒いですよね、大体。そんなイメージがあります。知ったかぶったかもしれません。内臓取り終わったところでですね、頭を落としていきましょう。じゃあ反対側も落としていきましょう。うわ、これ頭とか絶対うまいな。これも渡辺さんに煮付けしてもらうか。いや、これしゃぶしゃぶの出汁にしましょう。そうやって下処理するんですね。そう、中がやっぱ汚いから。そうですよね、ぬめり取り的な要素もありますもんね。うん、そうそうそう、汚れがやっぱこうやって出てくるから。だいぶ出てきてますね。うわー、ドゥルドゥルが出てきてます。あんま胃袋は食べなくないですか？量示しみたいなもんなんじゃないですか？そうだね、量も取れないし、そんなに新鮮じゃないと臭いですし、ね。お腹の中をね、きれいにしていきます。はい、それでは3枚におろしていきましょう。皮に切り込みを入れて、うわ、さばきやすいな。で、背骨までいきましょう。うわ、骨柔らかい、下いった。うわ、めちゃめちゃ骨柔らかいわ。じゃあ反対側いきましょう。うわ、もうなんかね、包丁入れて分かれますもん、絶対に美味しい。これは
じゃあ、あとここ腹骨がついてるんで、これを外しましょう。はい、うわ、すっごいなこれ、絶対うまいわ。じゃあ反対側、反対側もやっていきましょう。あー、骨がね、本当に柔らかい。すぐ下行っちゃう。これをね、出汁にしていこうと思います。これ頭もね、出汁として使っていこうと思います。割りやすいな。はい、割れました。で、ここにですね、エラがついてるんで、これエラも取っていきます。で、こっち側もエラ取ります。 OK。 ここね、口の裏側なんですけど、めちゃめちゃ真っ赤なんですね。アジア胡椒だみたいな。で、これ顔に血とかがついてるんで、これ洗い流していきます。なるべく臭みになるところは取っといた方がいいですね。はい、オッケー。はい、そしたらですね、こちらで出汁を取っていこうと思います。これでしゃぶしゃぶにします。はい、そしたら水を入れていきましょう。はい、そしたらこれでしばらく待っていきます。その間にしゃぶしゃぶの身を切っていこうかなと思います。まず腹骨からね、取っていきましょう。うわ、手切った。大丈夫ですか。やべ、無駄に手切った。手切ろうとハラミぐらいつけますよ。この慣れないことやって、もう一発やるかもしれないけど、これ血合い骨取っていきましょう。いや、最悪や。こうやって包丁を持とうと思って、ここ掴んじゃった。手切っちゃったよ、悲しい。うわ、こりゃうまいわ。なんか金目鯛は皮目がうまいらしいんで、皮もしっかり残してね、切っていこうと思います。これ花びらみたいにしたら綺麗になるんじゃないのかな、花作りにしてるな。でも俺、花作りうまくいったことがないですよね、やり方が。簡単よ。え、ちょっと花作り教えてもらっていいですか。合ってるかも、あ、合ってるかも、うまくいってるかも。あ、微妙だ。もう一回広げてみて。はい、くっつけすぎ。あ、こんな話すんですね。そうそうそう、こういうのをだから使った方が、指だと限界あるから。ああ、なるほどですね。もうグッ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 と押してあげれば、こっち側に行くように、外側をちょっと高くしていくっていう。そうできました。ちょっとなんか上手上手。あれですか。ありがとうございます。上手上手。じゃあここに大葉を敷いて、こうしときますか。うん、かわいい。で、今しゃぶしゃぶを作り終わったんですけど、今煮付けの準備を外でね、してくれてるらしいんで、ちょっと見に行きましょうか。やっぱ煮付けって言ってもね、人によって全然違うから、どんな煮付けなのかちょっと楽しみですね。はい、じゃあちょっと外行こう。はい、それではね、外にやってきました。すごいな、なんか青空なんとかみたいだね。すげえ。はい、それではお願いします。で、まず水を。次にお酒を入れるんだけど、お酒は沸騰させて、やっぱ飛ばしてから他の醤油とかを入れた方が混ざらない。アルコールの味が。そうですよね、確かにアルコール抜かなきゃいけないなっていつも思ってました。あ、来た。火が全く見えないね。で、これお酒を入れます。結構入れるんですね。結構です。そんなに入れます。これでアルコール出るから 1.5 リッターぐらい入れるんですね。ドロッとした。あ、お酒でとろみ出してる。お酒でとろみ出して。そんなやり方あるんですね。臭み消しって人もいるけど、金目、はい、のあの液、あの煮汁がドロッとした方が、はいはい、臭み消し以外の用途もあるんですね、お酒。結構蒸発するまで待つから、ちょっとしばらく。そうですね、 1.5 リッター分蒸発するって。はい、それではアルコールがようやくね、飛んだみたいなんで、ここから味付けをね、していきます。まず醤油ですね。うわー、湯気がすごい。みりん。魚丸々2匹だと相当量使いますね。うま、あの、舌んないと。そうですよね。でも余った煮汁も、また煮こごりとかで。煮だの煮こごりなんてもう高級料亭じゃないと出てこないですよね。そうだね。煮付けはね、濃く作っちゃうともう味変ができないから、薄めに薄めに作って、で、後でちょっと味聞きながらって感じですよ。そう。僕素人だったかもしれない。じゃあ次、最後ザラメを。ザラメが濃く出ますもんね。砂糖よりやっぱザラメの。蜂蜜っていう人もいるけど、蜂蜜使い出したら最高に贅沢ですね。すげえ、昼食みたいな。これでも浸んないかもしれない。なんだかんだ分厚いですもんね、金目鯛も。最高っすか。オッケー、オッケー。これあれなんですよね、金目鯛を煮崩れしないように。
そう、この上に乗せるんですよね。身が柔らかいからこのまんま入れて煮つけてそのまま面白いですねこれ。もう静岡で買って帰りますわこれどこでもあるでしょ。どこでもあるんですか静岡ならではってわけだ。全然全然そうなんですね。旅館とかにもある。主役の登場ですね。これをこのままこれに乗せて煮つけて、こんだけでかいと味染み込むの結構時間かかるじゃないですか。30分とか。そうですね、20分、30分ぐらいで。そうですよね。はい、すげー。で、これをそのままなるべく弱めで、あとは待つだけです、ね、あとはもう、はい、蓋落として。じゃあ蓋ですね。じゃあ30分待っていきますか。いびきも作るんですね。いびきもやります。うわ、氷水で締めるんですね。やっぱちょっと火入れた方がうまい油って感じなんですか。そうですね、甘い油。最高っすね。最高。もう油めちゃめちゃ浮いてますもん、ね、そうそう。焼き霜も作っていただけるんですね。うわやばいっすねこれ。めっちゃいい匂いってますよ。刺身も切ってもらえたみたいです。皮剥いでも赤いんですね。はい、それでは30分経ちました。もう完璧です。やば、手が出ちゃいそうっすね。うわ最高だ。はい、それでは完成しました。やばいっすね、金目鯛もフルコースじゃないですか。じゃあちょっと刺身せっかく切っていただいたんで刺身からいただこうかなと思います。いやもう皮目がめちゃめちゃ綺麗ですね、ピンクで。めちゃめちゃうまいっす。甘い、甘い、甘いっすね。めちゃめちゃ今来ました。とんでもねえのが後から、後から来ますね。油が、うわすげえなこれ。炙りもいきます。皮目めちゃめちゃうまいっすこれ。うまっ、皮目がうまいっすねこれ。甘いっていうのちょっとマジで分かりますもん。金目鯛の油のジュース出たら買いますもん。体にいいかもしれない。体にいいかもしれない。じゃあもうこれしゃぶしゃぶもいってみましょう。3枚ぐらい一気にガッといってしゃぶしゃぶですよ。何回ぐらいですか。3回、4回ぐらいで。もう完璧じゃないですかこれ。うわー、これポン酢いただきます。もううまいです。もう、もううまいです。知ってますよ。最高ですこれ。魚のしゃぶしゃぶ界の中で一番うめえ。めちゃめちゃうめえなこれ。とんでもねえわ。なんかフグとかも、これ山口出身なんで結構取れたんですけど、はい、全然フグよりうまいです。あー、うわっ、フグ意外に淡白ですもんね。そうなんですよ、淡白で。まあ美味しいんだけど、この濃厚っすね。濃厚。じゃあ煮付けいこうかな。背中とお腹どっちがうまいっすかね。腹ですね。腹っすか。じゃあちょっと腹いっちゃいますね。あー、これ確定しました。確定しました。確定熱きてます。いただきます。うまい、うまい。うまいに決まってるんですよ。まあまあまあ、もうとんでもねえ油ですねこれ。内臓脂肪とか乗ってなかったのに身には乗ってるんですね。今旬なんで。今特にうまいですね。特にうまい。やっぱ一年中取れるんですけど、やっぱ旬は6月、7月。なるほど、6、7月がうまいですね。はい、やばい、これ止まらん。でこれやっぱ麺玉がうまいはずない。麺玉いこう。おい、荻原食べたいか。俺が食べるぞ。うまっ。もう身がうますぎて、もう身の方が衝撃でしたね。まあそうね、甘くて。いやこれやべえ。ラスト、卵と肝と胃袋があるんで、それもね、食べていこうと思います。もう渡辺さんが作ってくれました。ビール持ってきてもらっていいですか。ちょっとビール持ってきてもらっていいですか。これビールなしはちょっともう美味しいよね。うまいですね。めちゃめちゃつまみの味ですね。でこれ次、肝臓、レバーです。レバーもうめえ。これハイボール欲しいですね。うん、そうですね。ハイボールいります。流したいですね。流し込みたいですね。でラスト、卵。口の中で弾けそうなぐらいパンパン。卵もうめえな。うまいね。濃厚っすもんな。卵まで濃厚。捨てるとこがもうエラぐらい。ほんとそうですよね。ちょっともうしゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶ。気に入った。これめちゃめちゃいいっす。やべ。はい、それではごちそうさまでした。言葉にならない。言葉にならないぐらい良かったっすね。正直、マジでうまいっすね。はい、金目鯛。美味しいです。なんかもうマジで値段相応な味ってこんな
こんな感じなんだろうなと思いましたね。で、今回ですね、こちらの金目鯛もクラウドファンディングをされてるんですよね。はい。なんで、まあ概要欄の URL から購入することができますので、皆さんぜひぜひ購入してみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。